NHK 放送研修センター日本語センターは NHK 放送技術研究所ビルの9階から12階にある日本放送協会の関連団体一般財団法人に NHK 放送研修センターが運営するアナウンス教室日本語センターは1985年 NHK 放送研修センターの発足と同時にそのアナウンス部門としてスタートした 講師陣は70人余り。日本語センタースクールの教室は東京都世田谷区、渋谷区、並びに港区新橋の3カ所にあり、アナウンスや朗読の技術の基礎から実践までを NHK のアナウンサーが直々に指導を行う。また、遠隔地の受講者のために通信教育講座も用意されている。その他学校や企業向けに、 NHK のアナウンサーが出張して講義を行う講座もある。日本語センター職員のアナウンサーは NHK 本体を定年を経過したり、あるいは女性の結婚、育児などのため退職したアナウンサーが移籍することが多いが NHK 本体に席を置きながら当センターに出向する現役アナウンサーも若干名いる。下記の中には 東京アナウンス室の業務保管に当たっている人も少なくないのラジオニュース、海外安全情報、気象通報、株式市況など。委員は主に株式市況、気象通報、昼間もしくは深夜時間帯のニュースなどを担当。ラジオセンター。ありがとうございます。